こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、春の脱初心者アイテムベスト5というテーマでお届けをしてみたいなというふうに思っています。先日の動画の中で春の定番アイテムをご紹介しましたが、まずはですね、ベースの着こなしとしては、なるべくですね、トレンド感強めではなくて、定番的なところに少しですね、トレンド感交えるぐらいがバランスがいいかなと思うんですが、それだけだとマンネリ化したいだとか、 ちょっとですね、エッジが足りないんだよなという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあそんな方のために今回はそこからもう一歩進んでややトレンド感があっておしゃれに見えるようなアイテムですね。このあたりを5つに厳選しまして皆さんにお届けしたいなと思っていますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。まあどのアイテムに関してもトレンド感はありますが決してやりすぎ感がないので割とおしゃれ初級者の方でも次のステップに進むためには使う 使いやすいものが多いかなと思うんですね。とはいっても、最初のうちは見慣れなかったりだとか、使い慣れてないものもあったりするかなと思うので、まずはですね、お店で試着をしてみるだとか、それ以前の、あ、こういったアイテムがあるんだなというところで、見慣れるという段階でも全然構わないと思いますので、ぜひ今回の動画を参考しながら、こういったアイテムを取り入れると、ステップアップできるんだなというところのですね、一つの参考にしていただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょうはい、ということでここからはですね、具体的に春の脱初心者向けアイテムを皆さんにご紹介したいなと思っているんですが、まずはアウタージャンルから皆さんにお伝えしようと思います。先日の定番的なアイテムの中で僕がご紹介したのは、 ベージュのステンカラーコートですね。こちらの画像を見ていただきたいなと思うんですが、まあ、このような着丈が長くて綺麗めのアウターというのは、大人の男性にとってはもうマストなアイテムかなと思います。まあ、特にステンカラーコートというのは流行に大きく左右されないような定番的な位置づけで、ネイビーブラックだと結構持ってる方も多いかなと思うんですが、ベージュだと春らしさも出せますし、人との違いが出せるので、結構一枚あると便利なんですね。まあ、こういったアウターをすでにお持ちの方は もう1枚持っておくべきものとしてシャツアウターみたいなものですねこの辺りがあると便利かなと思います丈の長い綺麗めなコートと、まあ、対極にあるような丈の短いアウターですねこの辺りが着れることでトレンド感が出せたりだとかすっきりめで軽快な雰囲気も出しやすいので1枚持っておくと便利なのかなと思います、まあ、具体的なアイテムを挙げるとするとシップスニ別注のヒンソンの BDU シャツジャケットですねこちらがですねなかなか良さ そうでしたまあ、このようなシャツアウターというのは結構ベースとなるのがミリタリーだとかワークテイストのものこういったものが多いんですがこちらの BDU ジャケットも胸にですねおっきめのポケットがついているのが特徴になっていまして、まあ、ミリタリーライクなアイテムなんですけどもちょっとこう現代的な綺麗な色合いだとかなるべくクリーンなデザインにすることで大人の男性にも似合いやすいような一着に仕上がってるかなと思います、まあ、定番的な色合いで言うとブラックそしてオリーブこのあたりですね まさに王道感があるような色合いなんですが、個人的には爽やかさが漂うですね、ブルーですね。このあたりが大人の男性が着るにはすごく素敵なんじゃないのかなと思います。爽やかさもあって、ミリタリーっぽさがですね、そんなに前面に来ないので、非常に良いバランスになってるかなと思います。価格も9900円ということで、セレクトショップのオリジナルの中ではかなり買いやすい価格帯なので、まあ、そういった点もかなりですね、使い勝手がいいのかなと思います。まあ、僕自身もこういったジャンルのですね、シャツあたり、 が大好きでちなみに今着ているものも同じようにですね、シャツアウター状になってるんですねこれは昨年購入したトゥモローランドのオリジナルなんですがやはり胸に大きめのポケットがついているのが特徴で最近はちょっと綺麗な色のものも増えてきてるので先ほどご紹介したようなライトブルー系だとかそういったものも含めてトライをしていただきたいなと思いますまあ、僕自身ですね結構シャツアウター大好きすぎて自分のブランドでも作ってるんですね 例えばこのようにシャンブレーの素材のもので今回はですね、シャツアウター作ったんですけども、やはり特徴としてはこういった胸ポケットが大きめについているというところですね、いわゆるファティーグジャケットというところをモデルしながら作りました。まあ、こういったものをシャンブレーの素材で表現することで今までにはないようなアプローチにしているんですが、結構このようなシャツアウターというのは1枚あると便利で、ブラックのパンツと合わせてもいいですし、今っぽくですね、オフホワイトのパンツと合わせても春らしさが出るかなと思うので、 皆さんもですね1枚シャツ系のアウターをですねトライしていただければなと思っていますはい続いて2つ目のですね脱初心者向けアイテムなんですがこちらの画像のような 綺麗色のですね、カーディガンですね。まあ春の定番的なアイテムとして、カーディガンは欠かせないアイテムで、例えば T シャツだとかシャツの上にさらりと着るだけで様になるので、すごくあると便利なアイテムかなと思うんですね。まあカーディガン自体は結構定番的で、ずっと前からあるようなアイテムで、皆さんもトライしたことがあるかなと思うんですが、まあ最近旬になってきているのが、少しサイズ感がゆったりめ、肩のラインが落ちていて、 厚みとしてはかなり薄手のものが以前はカーディガン多かったんですが最近はですねちょっと厚手の中肉厚から割と厚手のものまで選択肢があるんですがこのようなカーディガンが1枚あるとアウター感覚で着れてすごく便利かなと思いますまたカーディガンの色としてはブラックネイビーこのあたりが定番的でしたが、まあ、最近はですねちょっと綺麗な色のものも増えていまして今こちらの画像にあるようなグローバルワークの軽やかワッフルカーデこれなんかは グリーンの色合いがすごく綺麗だったんですね。これは1枚あるだけでかなり春らしさが出たりだとか、ベーシックなカーディガンとの差別化ができるので、かなり便利かなと思います。このような綺麗なカーディガンってたくさん他にもあって、まあ、僕の手元にあるのがですね、まあ、このような昨年これグリーンレベルで購入したライトブルーのカーディガンなんですが、結構ですね、ダークグリーンだとかブルー系だとか、色は綺麗なんだけども、そこまでぶっ飛びすぎてないような色合いですね。そういった の方が大人ののの男性ににはは使いいいいいやすすかななななとと思思うのでぜひ皆さんんも綺麗色のカーーーデディィガン着ててたただきたいなと思いますコーディネートはそんなに難しくなくてこのカーディガンの下にはもう極端な話白 T シャツとか白シャツを着てもらってボトムスはブラックで引き締めてあげればもう間違いなくハマってくるかなと思うのでぜひですね皆さんも春らしい綺麗色のカーディガンですねこういったものを立つことで一気に春らしさだとか旬な雰囲気脱初心者的な見え方になるかなと思うのでトライをしていただきたいと思います 行きたいなと思っています。 はい、続いて3点目の脱初心者向け貼るアイテムなんですが、こちらの画像のようなブルー系のややゆったりめのシャツですね。このあたりがあるとトレンド感が出せるかなと思いますし、脱初心者的な見え方になってくるかなと思います。僕もブルーシャツ大好きで、ここ数年では何枚買ったかな多分4枚ぐらい買ったかなと思うんですね。まあ今旬のアイテムの一つとして結構ですね、使っている方も増えているんですが、まあいわゆるビジネス系のシャツで はなくて少しゆったりめの今のトレンド感をですねしっかりと加味したようなシャツわりと増えています白のシャツに比べるとブルーということで清涼感があったりだとか少しカジュアル感も増すので1枚あると便利ですしこういったものを重ね着で使ってもいいしわりと1枚で使っても便利なのでこれは持っておくとすごく便利なのかなと思っています今こちらに挙げているのはですねグリーンレベルのカラーブロードジャストルーズレギュラーカラーシャツということでこれまたですねまさにど真ん中のブルー系 のシャツで、ジャストルーズというサイズ感っていうのは、まあ、そこまで大きすぎる感じではないんですが、ほどよくゆとりを出しているので、大人の男性にも着やすいような、そんなシャツに仕上がってるかなと思います。白 T の上に重ねても爽やかでいいと思いますし、この上にですね、ベージュのステンカラーコートなんかもめちゃくちゃ相性がいいので、1枚あるとすごく便利かなと思います。僕の手元にもですね、ブルー系のシャツ結構ありまして、 例えばですね、こちら。これはですね、H Beauty and u というところで購入したブルー系のシャツで、まあ、かなりサイズ感はゆったりめですね。トレンド感を強めたかったら、ちょっとサイズ感をですね、大きく振ってあげると、トレンド感が漂いやすいかなと思います。あとはですね、自分のブランドでも作っていまして、バンドカラーのブルーシャツですね。 僕はもうバンドカラー愛好家なので、自分のブランドではもうバンドカラーばっかり作ってるわけなんですが、まあこういったブルー系のもの、同じブルーでもまたちょっと色味が違うと全然見え方も変わってくるので、まあお好みのものを選んでいただきたいなと思います。まあ最近はですね、トーマスメイソンというイギリスのですね、生地メーカーのブランドがありまして、そこのファブリックを使ったブルーシャツとかが多かったりするんですが、めちゃくちゃ雰囲気がいいんですね。H ビューティアンデュースも確かトーマスメイソンの生地使ってるかなと思うんですが、 ただ、この機器使うと結構単価が上がってくるんですね。1万7千円とか8千円以上になってくるので、まあ、なかなか買いづらいかなと思うので、そのあたりはですね、先ほどご紹介したグリーンレベルのシャツですね。9900円ということで1万円切る価格帯なので、まだ取り入れやすいかなと思うので、まあこういったものからですね、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて4点目はですね、ボトムスジャンルからご紹介したいなと思うんですが、先日の定番的なアイテムとして挙げたのが、ユニクロのスマートアンクルパンツのブラックですね。もう何度も何度も動画の中で擦り倒してきた名作ではあるんですが、まあ今っぽく見えるようなボトムスではないので、これを脱初心者向けアイテムとしてアップデートするのであれば、やはり春夏らしさが溢れるような、オフホワイトですとかホワイト系のボトムスですね。このあたりは1本持っておくと、 便利かなと思います今回ご紹介したいのはこちらですねユニクロのデニムワークパンツコットンリネンですねこちらがかなりですね価格も抑えめで一番最初にトライする白パン系だとすごく便利かなと思います01のオフホワイトですねこれは僕も今期購入したのでちょっとですねお見せしたいなと思いますこちらのアイテムなんですねはいこれよくできていますねデニム地のパンツなんですけどもデザイン的にはちょっとワークっぽいテイストが取り入れられて ましてて、まあ、サイドを見てみるとこのようなディティテールですねはい、こちらも見てみると、ちょっとワークテイストの雰囲気が横のポケットだとか、そういった部分に表れているかなと思うんですが、基本はベーシックなボトムスになっています。まあ、シルエットはですね、決してこう細すぎないんですよね。まあ、適度にワークパンツをベースにしているので、ゆとりもあるということで、ビタビタにならないですよね。そのあたりがすごく良いポイントで、まあ、いわゆるですね、白パンっていうと、ちょっと刻ったらしいイメージを持っている方、少なくないかな と思うんですねまあ、以前白パンが流行った頃というのは タイトなシルエットで割と綺麗めに振って着ることが多かったんですね。僕も書籍の中でも何度もお勧めしてきたのがそういった細身の白パンだったんですが時代は流れ今のトレンド感の強い白パンというのはですね少しサイズ感としてはゆとりがあるんですね。ちょっと膝っぽく見える白パンに少しゆとりを持たせることで親しみやすさだとかカジュアル感が増すので今履くのであればこれぐらいのサイズ感がすごくバランスがいいかなと思います。特にこちらはリネンがブレンドされて いるので少しシワ感感ががあってさらにカジュアル感が出るるとといいうところではますまずはこちらからトライしていただくのが良いかなと思うんですが、もうちょっと綺麗な感じだとか価格帯を上げるのであれば、こちらのグリーンレベルのですね、シグネチャーデニムタック5ポケットパンツですね、9900円のもの。こちらがまたバランスがいいかなと思います。ユニクロのデニムワークパンツに比べると、もう少しゆとりがもも周りにありまして、少しテーパードが効いてるようなパンツなんです ですが、まあ、クリーンに見えるような上品さもあるのでこれはバランスが良かったですね実際にスタイリングでも何度か使っているので良さは実感していますまあ、白パンって今旬のアイテムではあるんですがなかなか実際に探してみるとしっくりくるものが見つかりづらいんですねあんまり高すぎると汚れた時にショックなので使いづらいしかといって安すぎても気分が上がらないのでまあそのあたりですねちょうどいい価格帯でなおかつバランスがいいのがグリーンレーベルのこの1本かなと思うのでまぜ、あ、ひこういったものもです、ね ですね、トライをしていいいたただきたいなと思います、まあ、このような白パン系が役立つ場面っていうのは結構ですね、アウターとか上半身の色がブラックだとかネイビーだとかダークグレーの時なんですね。まあ、上の色がちょっと暗くて春っぽさ出ないよなっていう時にもこういったホワイト系のパンツが一本あれば一気にですね、春らしさが漂うんですね。例えばですね、ちょっと僕の手元にこのようなダークグレー系のアウターがありますが これ単体で見るとやっぱり重たいんですがこれに対してボトムスがホワイト系になることで一気に貼るらしさが出るんですね。まあそういった意味ですごく使い勝手がいいです。あとはブルー系のシャツとかにも結構相性がいいのでこのような形で合わせていただいてもいいですしあらゆるアイテムと結構ですねハマりが良かったでするので白系のパンツかなり使い勝手がいいかなと思います。まあ、特にですね大人世代30代後半から40代の世代だと結構白パン履くだけで すごくこう清潔感が漂うので意外にですね大人世代がこの白パンっていうのは合いやすいかなと思うのでまぜ、あ、ひですね初級者から中級者へステップアップする上でですね白パン皆さんもトライをしていただければなと思っていますはい続いてラスト5点目は足元靴ですねこのあたりで定番的なものとして先日あげたのがこちら 白レザースニーカーですね。もう代表的なのはコンバースのオールスタークップですね。これが一番今ですね、買える中ではど真ん中定番的なレザースニーカーとして大人の男性にもおすすめなんですが、これだとトレンド感だとか、あとはですね、中級者的な見え方というところでは少し弱さがあるのも事実なんですね。着こなし全体を見た時にややカジュアル感があるなとか、少しこう盛りすぎたなという時には足元白レザースニーカーぐらいで綺麗にまとめるというのは あ、中級者の方でもよくやる手段なんですが、まあ、これだけではなくて、もうちょっとですね、カジュアル感があるスニーカーもあると便利かなと思うんですが、そこで登場するのは、もう皆さん予想通りのあれですね。もうニューバランスのスニーカーですね。これがやっぱり一足あると一気にですね、おしゃれ感が出たりだとか、トレンド感が漂うかなと思います。いわゆるこういったものって、誰が見てもオーソドックスで綺麗さがあるような靴なので、理解しやすい靴なんですね。一方でニューバ ニューバランスというのは人によってはダサく見えるようなおじさん感があるゴテゴテとしたデザインなんですね。このダサかっこいい的なものが理解できるかどうかというところが中級者への階段だと僕は思っていましてそこが試されるニューバランスというのはぜひトライしてみる価値があるかなと思います。まあ、僕は今私物で持ってきたのは990番台のものでちょっとなかなか買いづらいような価格帯なんでおすすめしたいのは M5740VPB ですね。こちら。 まあ画像を見ていただきたいなと思うんですが、まあ最近こちらがですね、ちょこちょことお店で見る機会も増えているんですが、このダークグレーの色味がめちゃくちゃ良かったんですよ。まあニューバランスカラーとしてやっぱりなんだかんだで人気なのはグレー系なんですね。まあちょっと手元にですね、ベージュ系もあったりするのでお見せしたいなと思うんですが、まあこのようなカラーもいいかなと思うんですが、まずは王道的なグレーが良いかなと思うんですね。ただこちらの992というモデルなんですが、こちらの方が もう少しですね、5740に比べると明るめのグレーになってるんですが、今ご紹介してるこちらはですね、ダークグレーで色味もシックなんですね。すごく大人の男性に似合いやすいような色味になっていまして、ソールは結構ぽってりめ、ボリューム感があるんですね。僕のように身長が低い男性だとか、足が短くてちょっと悩んでる男性には、このソールの厚さはかなりありがたいかなと思うんですね。そして N ロゴもちょっと大きめで、デザインの中に埋もれるような配置になってまして、 このあたりも結構バランスとしてはいいかなと思ってまして今一押しでおすすめできるニューバランススニーカーはこちらかなと思います。で、価格帯も14,300円ということで決して高すぎないというとこですね。ニューバランススニーカーってナイキだとかアディダスだとかコンバースに比べると高いものはめちゃくちゃ高いんですよ。2万円台後半だとか3万円台のものがすごく多くなってきて結構ニューバランスが好きな方はそのあたりを買うことが多いんですね。 でもなかなかですね、トライしづらいなという時には、こちらの今買えるですね、5740VPV ですね。これなんかは今一押しなので、ぜひ皆さんリンク貼っおきますので、チェックをしていただきたいなと思います。結構在庫探したんですが、かなり品薄になってますので、まあ、なるべく早めにチェックするといいんじゃないのかなと思います。合わせ方としては、結構ですね、いろんな想定ができるんですが、先ほどご紹介した白系のデニムですね。どこ行ったこれか。 はい、こちらですね。こういったちょっとこう爽やかなパンツとニューバランスのこのダサかっこいいやつをですね、うまくミックスするというのが個人的にはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。もちろんスマートアンクルパンツだとかブラック系のパンツにも合うんですが、裾幅がですね、あんまり狭いものよりはちょっと幅があったものの方がニューバランスって甲がちょっと高めだとかボリューム感があるので収まりがいいんですよね。スマートアンクルパンツって結構低 テーパードが効いてるので、それとこのニューバランスの甲の部分がちょっと合わないってことがあったりするので、まあ、ニューバランスを履くのであれば少しワイド目の方がいいと思います。タックテーパードパンツですとか、タックワイドパンツだとか、そのあたりのブラックパンツとの相性はすごくいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、こちらのオールスタークップから次の一手というところでは、ニューバランスの5740のグレーがですね、すごくいいので、皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、脱初心者を目指すための、ちょっとですね、難易度が上がるんですが、中級者的なアイテムを5つご紹介させていただきました。まあ、どれもですね、新鮮さがあって、ちょっと取り入れるには、ハードルの高さを感じる方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、5つ全部試す必要はなくて、まずはトライしやすいものからですね、順に試着をするところから始めてもらうといいんじゃないのかなと思います。最初は、目が慣れない なくてても何度かトライしてるうちにですねああこういった感じなんだなという形で必ず慣れてくるタイミングがあると思うんですね。ですので、食わず嫌いをせずに、まずは試着をしてみるだとか、まあ、画像を含めて見てみるだとか、まあ、こういったものに触れてみることがすごく大事かなと思うんですね。ぜひ皆さんも今までのですね、ベーシックな着こなしから少しですね、はみ出して旬な着こなしですとか、脱初心者を目指せるようなそんなアイテムにですね、触れていただければ ななとと思思っっててていいいますすすすすここれかかららもででででねねちのののチャンンンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本る、ね、るべくくりやすく解説したんが、まあ、今回のような中級者的なアイテムというのは通常の YouTube よりも僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構ですねしっかりめに解説をしています普段の動画というのは僕はなるべくですねおしゃれ初級者の方に向けてわかりやすくというところでユニクロですとか GU グローバルワークを使ったアイテム紹介 ですとかコーディネートの解説を行っているんですがメンバーシップチャンネルの方は完全に僕の趣味ですね中級者の方が楽しめるようなちょっとコアでツーなアイテムをどんどんご紹介してたりだとかあとは週1のペースでライブ配信もやっていまして皆さんと交流しながらワイワイ楽しむような場所になってますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますそしてもう一つですね僕はオンラインサロンというものをですね開催をしていましてこちらは文章と写真ベースでおすすめのアイテムをですねどんどん ご紹介をしていますなかなかですねゆっくり動画を見れない方もいらっしゃると思うんですね僕自身も1ユーザーとしてはそんなにですねゆっくり youtube は見ていないんですねですので僕と同じようにですねあんまり動画を見る時間がない方のために写真と文章ベースでなるべくコンパクトにですねアイテムの紹介なんかをオンラインサロンでは行っていますまあ、僕の方でもいちいち2つの記事をアップしていまして僕以外のスタイリストの方だとか専門家の方も記事を書いてくださっていますまた参加 の皆さんもこんなものを買いましたとかこんなスタイリングを楽しんでますみたいな投稿を気軽にすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイと楽しむようなコミュニティになってますので気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに